一級稼働歓迎士秋山とおります。よろしくお願いします。本日も頑張って稼働したいと思います。よろしくお願いします。朝一から打てる可能性があるのはここになるんじゃない。麻雀の覚醒じゃない。まあリセットしてるかどうかって話になるけどね。お、抜けてます。朝一レギュラー引いて今206ゲームなんですけど、リセットしていれば短縮状態。骨が折れるぜ。信じてる。やめた方が良かったっすね。後半戦はね、攻撃力に全振りして勝負したいと思いますんで。さあということで、ボーリーリベンジ、略してボーリベの方やっていきたいと思います。とりあえず40枚だけあります。はい、広角シサーですね。ステージは40枚で打っていきます。とりあえず今ちょっとねお昼呼ばれてる時に話したんですけど、やっぱりちょっと僕はまだヒドラメ500分の1以上なんで信じてないんでね、64分の1っていうのは。ついに引いたか俺、ついに引いた。まあ定格で25%か。あ、これはいただきましたね。どうやら降格。40枚プラス2000円なんで、これ当たったら、これ当たったら、当たったら嬉しいです、ね。まあ、とにかく外れ引こうよなんで、ベルとリプレイはダメなんでね。波なん 25% とかだっけ、覚えてない。携帯が落ちました、この大事なタイミングでね。やったりました。 25% よりもっと高いレア役は、うん、まあ、とりあえずいただきましたんで、使い132枚です。問題はこの後どこまで頑張れるかです。これをずっと引いてたら無限に増えるんだけどな、たとえレギュラーだとしても。さあ、転落する前に CZ に入れろと。まだまだ行くよだそうです。1ゲーム目に、あ、チャンス来た。ついに、ついにか。なんか変なフラッシュしてたね。はい、これはこのまま降格かな。はい、ついに、ついにここは絶対に刺さなきゃいけない。はい、リプレイじゃダメなのよまず。はいはいはい、リプレイじゃダメなのよ。当たってたから継続だったのか、それともただの継続なのかね、よくわかんないですけど、とりあえずついに連です。ついに連ですね。キーベルなのに、ベルなのに破壊をいただきました。あれ破壊王って当たった時出てくるんだよね。破壊王持ってるだけで割が 100% 超えるってやつだよね。え、追わなきゃいけなくなる。ちょっと待って、まあまあまあ変なこと考えない方がいい、当たればいいんだから。よし、よし、ガンガン行くようです。転落耐性がとりあえずレベル1になったんで、そう頼むよ。
1ゲームで12分の1引いたって全然いいんだから。チャンスチャンス、オッケー。しかもはい、あ、これが 25% とかだっけ、ここでのあのスイカとかチェリー。あら、これめっちゃストックしてんじゃね。はい、破壊はありますからね、橋本シーンありますんで。くっ、いや、あるんだろ、あるんだろ、煽りがないんですけど何も。最悪150とかまで見なきゃ、で150までいったら破壊終わったら行かなきゃいけないみたいになんの。いや、ちょっとマイナスのこと考えないやめよう、いける。うん、もう一回刺せばいいんだから。 CZ を3回4回目、どうやら降格がありましたね。これは絶対刺さなきゃダメ。ベルとリプレイは引くな、本当に 50% かこの野郎。 お今3人振り向きましたよ。青、緑、赤。外れろ。最終ゲームで演出があったら、あ、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ。ねえねえ、大丈夫ねえ。まだまだ煽ってる、まだまだ煽りたい、いけるか。破壊を持ってるんですよ。はい、80どうすんのっつう話なんですよね。破壊王はゼロからでも 100% 超えるって言われてるんですよね、うん、ビッグから始まるんだよね、ダブル揃いの。150は最低でも打った方がいいよね。ていうか、まあ、当たるまで行くべきなんかな。なるほど、俺知らなかったけどこんな嫌がらせもあんのか。高いですね、やっぱそうなっちゃいますね。破壊王所持は打たなきゃダメですね。はい、これは絶対刺さなければいけない。おい、これしかももう連チャンしちゃってるから、あの天井650じゃないんですよ。まあしょうがないですよね、ネガティブ運動ってわけじゃないですけど、こうなることもあるってことですからね。だから CZ 今3連続でスルーしてるってことですね、破壊を持ってから。なんだ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 、復活なのか。はい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 、波か。さっきはチェリー引いてダメだったから。はあ、マジで胃がめちゃくちゃ痛い。408枚です。多分トータルで1500-1600枚出ればプラマイゼロぐらいだと思います。3枚で破壊を持ってますんでね、今から始まりますからね、秋山の逆転劇が。これやりますよこれ。尺はどう稼げてる。尺にならない今のが。どういうの欲しいの、尺やってんなと思ったけど。出玉で尺見せりゃいいってことでしょ。破壊用があるんだからね、これいくよ。お、こんな感じなんですね、破壊用発動。はい、よし、だ一緒です。あとはこれいっぱい引けばいいだけなんで、もうここさベル引かなくていいから、あ、まあ、ベル引いてもいいんだけど、その前に防御力を一番上までしてくんないかな。やったるぞ、
この一台で全部ひっくり返すから。もう落ちてると思う人。さあ、ということで皆さんね、もう落ちてるなって思う人は、D ボタンで投与してみてください。僕はもう落ちてると思ってます。転落耐性レベル1になったら最低1回は保証ぐらいしてくんないと無理よ。あれ、こんな引っ張られる。あら、落ちてなかったですね。ここの色大事、緑にならない。あ、バウンドストップ第3停止。あーだーす。おい、なんだよ、尺稼いでんだろ。いや、今のエグかったな。あんな持ってかれんだね。ますますやめづらいね。やめとき難しいね。え、外れろよ。はあ、でもさっき40何ゲームまで転落しなかったってことだからな。もう一回ぐらいはお願いしますよ。いきなり発展。緑、ああ止まってる。ちょっとおもろいんじゃないですか。君、面白いよこの台、よくできてるよ。あいつちょっと友達がいないな、ちょっとな。青、はい、いいね。1ゲーム目から12分の1を引いたら全長何ゲームぐらいなんだろうな。ヒドラメ引いてますから。はい、クマさん、はい、これはもう刺しかないからね。緑ない。おう、ぶんぬー、くっ、はい、これでレベル2になりました。はい、ガンガン行くよということで、レベル1からレベル2になって CZ 入んないで終わりとかマジでやめてよ。ちょっと待って、これ1回も入らず終わる。これってもう一回落ちてて引き戻し状態で引いてるとかそういうことかな。落ちてない、落ちてない、言い切れるかい。まあいい、当てる。ああ、80まで持ってくれって感じ。まだいるのならここで何かあんのかな。これもうないってことですよね。これやりました皆さん、使い408枚、回収413枚でプラス5枚です。次の台探します。北斗56ゲーム。
北斗0052、北斗0062ゲーム。そうですね、なんかめでたい音がしてますね、カラクリサーカスから。今このホール内で確実にプラスだと言える台は、棒振りだけですね。これが多分リセットだとして、朝135で当たってるんですよ。これ待って、あの今日22で4でしょ、だから4回前朝135で当たってるんですね。なんでこんな早く当たってるのかよく分かんないですけど、で、次は116、これがもし80まで引っ張られての無限で当たってるとしたら連しちゃってるからあれですけど、そうじゃないでしょうとなると、朝からずっと単発を繰り返しているってことはリセット恩恵の650がまだ残った状態の170なんですね。期待値が高いかつさ高いわけじゃないんですけど、他に打つ台がないんだったらこれっていうことですね。一旦ね、タバコを吸いませんか。どう思います、どう思います、あなた今どう思います、一旦タバコ吸ってもいいんじゃないですかって思いませんかね、あなたね、どう思いますね、どう思いますあなたね。さあということで、棒振り打ちます。多分、リセットから1回も連してない台ですね。4回当たってますけど、時間と、あと周りの状況をいろいろ見て、まあもうとりあえずこれと、まあ、ちょっとやらかすしかないんでね、413枚あります。これ出てきます。当たる瞬間に会いましょう。一旦 CM です。よいしょ。413足す46なんで459です。あ、全然大丈夫ですよ、そんな。さあということで、僕はラストチャンスだと思ってますけどね、まあ、ただこのラストチャンスがまんまい出てもいいわけですから、最初が大事だよね。とにかく最初転落前に CZ 入れて、でなんとかボーナス持ってきて、少しでも余裕ができてからじゃないと。ほらほらほら、これマジでだ、マジで大事。お願いします、継続してください。あれは刺さなきゃいけないところだったと思うんだけどな。ある、まだ言ってくれるかい。あー、わーお、すげえ入る。これは刺そう。はい、はい、ここ青、あ、緑、赤、レギュラーダメ。はい、狙っちゃおうかな。よし、始まっております、始まってるんです。よっしゃ、フリーズしてるね。大事、いいです、大事、コツコツと。いきなりこれは強いんじゃないですか。青、緑、赤、いかないけど OK。 はい、破壊を、破壊を、これはもう大変です、外すわけにいかない。よかった、破壊を使い切った、使い切ったっていう、破壊を使い切りました。使い、459枚の回収が1088枚でプラスの629枚です。トータルはマイナスですけど、まあ、なんか
まあ、棒振り打ててよかったかな思います。はい、さあということでですね違うパターンでやるか分からんとりあえずケーズ多治見店さんとねバチバチで勝負するって言って、今日も負けました。はい、さあということで、非常に楽しい実戦でしたね。すごい楽しい実戦でね、棒振りはね多分本当叩きどころある機種なんで、あれがどうなのか、一体どうなのかね、今後の展開に期待したいです。あとはまあ今寝台バンバン出てますけど、この寝台たちが果たしてどこまで活躍するのか。だからまあ今で言うと北斗モンキーとか、あとは乙女とか人気あるところ、ああいうところに食い込んできてくれるとまた楽しみかなといったところで、でパチンコパス業界で言うと今ラッキートリガーのねパチンコもねぐいぐい盛り上がってきてるんで、パチンコとパスが両方うまい具合に盛り上がってくれると、今後ねもっといろいろ稼働貢献、する機会もねいろんな機種に増えるんじゃないかなと思っております。以上になります。ありがとうございました。さようなら。